時間ないですね。あります。あ、そうですか。ありがとう。もういいです。あ、さまざまです。痩せる痩せる。太っ腹。ん？ちょっと、あの自分のことを棚にあげるという、ちょっと時間がまだいっぱいあるそうなんで、やっぱり100枠やってるとやっぱり耳が痛くなってしまう、寸法になりますんで、寸法じゃないですよ。そのドラムの方からね、ちょっとドラムソロ、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 彼はお茶飲みながらやりますから。なんか、僕にもお茶ください。お茶、お茶、お茶、すいません、本番中に取れてないんで。そう、でも、ここで僕がやった時に前取られるともっと悲しい。マイクがすみません。ちょっと、ちょっと出てきた、どうも。やっぱり出てきた人にインタビューして思いっきり見て、拍手でございます。僕はおめでとうございます。あなたが一番いいのかな。でも、30分くらいで重かったそう、今入ってた人は どちらの、こちらのグループ、あ、あの人の奥さん。いやいや、どうですか、奥さんに対して。あ、この人はさっき僕が灰皿を取ってあげたのスタジオだから。あ、ごめんなさい、僕、16だから。すいません。どうする。あ、じゃあ、その人ね、遅いですね。あ、名前、下の名前なんて言う方ですか。下の名前はなんて言う方ですか。じゃあ、トシエコールで、トシエ、トシエ、あ、それトシエ、あ、どうした、トシエ、あ、よいしょ、トシエ、もう一つ、トシエ、あ、それトシエ、タンタンカタン。はい、どうも。というわけで、時間の出てる前でいつだったの。え、いや、今ちょっと本番中になんてくつろぐんだと思われるんですが、いや、本当にこういう僕たちもいろいろ苦労してまして、皆さんも知っていると思いますけど、イカ電の方でですね、飛行機に僕初めて乗りまして、非常にホテルも次の部屋取っていただきまして、一人で悲しく寝たんですけど、常にですね、その前に美少年バンドの話しましょう。あ、僕の、あ、そうですね、BS ヤングバトルっていうのに出たんですけど、それでですね、なんか番外編みたいなやつで、竹中朗だっけ、日本全国6000バンドの中から僕たちが選ばれたんです。美少年バンドとして選ばれました。本当なんです、これ本当なんです。で、実はですね、うちのメンバーは僕以外はみんなフリーターなんですけど、のようなもんですね。はい、はい、そういうわけで、そうなんですけど、ノックアウトボーイっていう曲は、フリーターの曲だっていうふうに言われましたね。僕が作ったのは、あれは12の時だったと思うんですけど、まあ、いいですか。そろそろいいでしょうか。いよいよ。そうですね、いや、やっぱりこういう明るい話になったところで、やっぱり僕は今日一番明るい歌でいきたいと思います。皆さん、扉があったりして、